はい、今日は人の肌を塗るという練習のためにこれを塗ってみたいと思います。肌だけの練習なので、顔だけいきますので、はい、ちゃんと塗れるんでしょうか。あまり自信ないです16分の1だから結構ちっちゃいですよ。ここにありますね。一応髪の毛付きの方を選ぼうかな。こんなにちっちゃいです。私の目ん玉ぐらいちっちゃい。ヒゲ生えてますよ、こんなちっちゃいくせに。で、これを塗りやすくするためにちょっと土台をで、瞬着嘘無理。こんなものに合体させられ、この人もかわいそう。まあでも私のために頑張ってくれ。はい、できました。これが今回人物を塗るときに使うであろう色です。まあ、ざっと黒、茶、赤、ベージュ、肌色って感じですね。はい、なんとなくの塗るイメージはしているんですけど、そのやり方が成功するかは謎です。まあちょっと見守っていてください、皆さん。よし、とりあえず全体に塗ってみよう。お、墨入れみたいな感じになる。なかなかこの方おでこが広いですね。こんな感じ。深いところに入っていきまくりですね。ということはローライトになる部分は後で入れなきゃいけないってことですね。ハイライトから行った方がいいってことか。なるほど。こわー。ちょっと綿棒で吸い取ってみて。だいぶおじさんになってきました。